私はこう証券のことはあれこれ悪い悪い方面ばっかり言ってんだけどもなんでかっていうとだっていいことは他の人がいくらでも言ってるからね私は言うことないの他の人がいくらでも言ってんだから、うん、同じことは言わないだから他の人が言わないことを言いますで私はね証券者を乗る人の気持ちもね分かりますよあれにムラムラっとくる気持ちもで実際自分も証券者で何度か乗せたしあとは利润弁当にも乗せたしでそれを理解した上で私は言っています であえっとねちょっとね面白いもの見せましょうさあこれは何でしょうこれは一体何でしょうかこれ分かんないでしょこれね夜間なんですよアレッシっていうメーカーの夜間デザイナーフリップ・スタルクかがデザインしてこうやってやって 音したで,しょでこれ中に玉が入っててここから水入れるんですよ水道から水ジャーって入れてでこれをこうやってやると玉が戻ってここで栓をされるで火にかけて沸くとこ,ここから湯気が出ますでこっちには湯気がいかないこっちに湯気いっちゃうとこれ持つところがおあの熱くなっちゃうからだからこっちだけ湯気が出るようになってるだから何みたいな <laughs> でうんとね もう一個あるんだ、えー、これもアレッシュのやかんです。えー、っとね、こっちは限定バージョンで今から20年ぐらい前に売ってたんだけど、これはもう限定バージョンだから売ってないです。で、こっちはね、まだ原稿で売ってます。これは何が面白いのかっていうと、これは PP ケットのなんだけど、笛がね、2個ついてる。2>, 2個 ?2 個だな。 でね和音が出ます普通ケトルってピーッとしか言わないでしょ。これはねピーッとなってもうあのしばらくするともう一個が鳴りだしてフワーンみたいな和音が出るだから何 <laughs> 何の役にも立ちません。何の役にも立たないこのやかん。これが4万円でこっちのスタル君のはもっと高かったと思う。 これ,これはもうとにかくねとことん使いにくいんだけどもこっちだって決してね使いやすいもんじゃないんですよ3,0004,000円ぐらいの方がね使いやすいこっちはこれは使いにくいですねめんどくさくて高くってで何なのかっていうとうん楽しい意味ない意味ないことが楽しいで私もこんなことやっちゃってるこうでわかる なんかね、地面から砲弾が伸びててそこに棒が突き触ってるようなこの造形、うん、こ,れこの造形だけでもう20年ぐらい楽しませてもらってるんであのお金払っただけのものはそれだけのメリットはあの自分的にはあると思ってるでこれはただの道楽ですね道楽で弾がこうさっきのうがずれちゃってるとこっちが持ち手が熱くなっちゃって危ないわけ 使いにくい危ないで高い <laughs> くだらないくだらないのが楽しいんだ あのね、乗ってる時にもね何回も事故ったのをね見てますよ自転車のイベントに何回か出て1回はねこうコーナー曲がる時にね他の人とみんな同じに曲がろうとするから証券の人だけバーンとこけるわけで2回私それ目撃したの1回はあのリカンベ弁当の人が他の人と一緒に曲がろうとしてバーンとこけちゃったの普通に曲がってるんですよ普通に曲がってるそこね,うね少しうねってたんだけどそれでいっちゃった でもう一回はねあの、下り坂、下り坂をね、労働と同じ速度で下ってて、コーナーでぶっ飛んじゃったのね、だその時なんかもう大怪我ですよ、あの服がボロボロになっちゃった、そのまま救急車に乗って運ばれてきましたけどね、だからあれだって、普通に乗ってただけ、普通に乗ってただけでこうぶっ飛んじゃう。自分一人だったらね、もうちょっと速度落としてたのかもしれないですよ。 だけどイベントで周りの人と一緒に走ってるから同じ速度で走んなきゃっていうふうに思ったんでしょで前の人が言ったからそれと同じように走れば大丈夫と思ってこう入ったんだろうけれどうい、ん、う <laughs> 危ない危ないんだからああいうイベントなんかでもね車輪の形ごとに走るの分けたらどうかなって思うんですけどね。 そうじゃないと、オーバーペースになって、突っ込けちゃったりとか。うん、だって、前の人が行きゃね、自分もついてこうって、ついつい思っちゃいますよ。特に、あの、慣れてない人なんかは、怖さ知らないから、そのままの速度で突っ込んじゃったりとかね。あと、空気圧の管理なんかも、難しいですから、そこをわかんないまま、あの、消去車を運用してる人とかね。じゃあ、消去車に乗るんだったら、まあ、ある、あれこれ、そういうマイナス要因を理解した上で。 乗るっていうのがいいんじゃないでしょうか。買うときにも、あと運用に対してもうー、リスクをきちんと見極めて、見極めた上で、えー、乗ってください。